ってるかな。まだ順番。ねえねえ順番って。こっち乗る？そこに？上ってくるんだ。雪雪ほら上って上って上だけ上だけ押して。パパここだよ。道路が閉まります。ご注意ください。これ乗れてよかったね。本当だよ。ちょっと揺れてる感じ。揺れてる、揺れてる、揺れてるね。発車します。皆さん、こんにちは。北区アンバサダー PR 大使の倍賞千恵子です。今日は私のふるさと北区飛鳥山へようこそ。秋が深まると飛鳥山は紅葉の季節を迎えます。赤く染まる楓や黄色が美しいイチョウといった色鮮やかな木々が皆さんを出迎えてくれます。その景色の美しさに写真を撮りに来る方もたくさんいます。紅葉が進むと落ち葉が地面に積もり落ち葉の絨毯が現れます。その下にはコナラなどのロングリが隠れています。探してみてはいかがでしょうか。今日はぜひゆっくりと散歩しながら秋の飛鳥山を楽しんでくださいね。Thank you.